初代アイアンサイド男爵ウィリアム・エドムンド、アイアンサイドは、イギリスの陸軍軍人、政治家、貴族。1938年から1939年まで、ジブラルタル総督、1939年から1940年に、かけて、帝国参謀本部総長を務めた。第二次世界大戦の西方電撃戦の際には、フランスで指揮を取ったが、惨敗した。 最終階級は陸軍元帥。名前はミドルネームのエドムンドを主に使用した。1939年から1940年のロンドン陸軍省。アイアンサイドと第6代後と死者クジョンベルカー1880年5月6日に軍医少佐ウィリアム・アイアンサイドとその妻エマの唯一の息子としてエディンバラに生まれた。トンブリッジスクールを経て 王立陸軍士官学校へ進学。1899年6月25日に王立方兵連隊の将尉に任官。1900年2月から1902年5月にかけて第二次防和戦争に従軍し、その間の1901年2月16日に中尉に昇進した。防和戦争後、防和人の喫茶運転士になりすまして、 ドイツ植民地南西アフリカにスパイとして潜入した。その後、植民地インド中流の王立騎兵連隊第一、砲兵大隊、ついで英領南アフリカに駐留する、同連隊 Y 大隊に勤務した。1908年2月18日に大位に昇進。1913年から1914年にかけて、キャンバリー参謀大学に在学した。第一次世界大戦に、 参謀将校として従軍し、1914年10月30日に、少佐、1916年6月3日に中佐に昇進した。戦後、イギリスの資金で組織された多国籍軍を率いて、大祖干渉戦争に参加し、ボルシェビキと戦った。1919年1月1日に、大佐、同年11月11日に少将に昇進した。 その後来たペルシャ軍の指揮官としてペルシャに駐留した。在任中、ボルシェビッキとの対立から1921年、ペルシャクーデタでレザーアッパフラビーを支援したとみられる。その後、永人統治領メソポタミアに勤務となり、1921年のカイロ会議にも出席した。1921年にイギリスに帰国し、 1922年から1926年にかけてキャンバリー参謀大学司令官を務める。1926年にオールダーショットの第二師団の総司令官に就任した。1928年には植民地インドメーラと地区の総司令官に転任した。1931年3月1日に中条に昇進。 1933年から1936年にかけてインドで補給担当将軍を務める。在任中の1935年6月30日に大将に昇進した。1936年4月にイギリスへ帰国すると東部司令部最高司令官に就任。ついで1938年11月にジブラルタルの総督及び最高司令官に転任したが、 1939年7月にロンドンに呼び戻された。同年9月に第二次世界大戦が勃発すると帝国参謀本部総長第六大号都市尺ジョン・ベレカーが海外派遣軍司令官に転任したのに伴い、代わって帝国参謀本部総長に就任。1940年5月10日からドイツ軍の西方電撃戦が開始されると、 フランスにいる海外派遣軍司令官号と死者の元に派遣され、5月27日には本国軍最高司令官に任じられた。しかし、ドイツ軍に惨敗を喫し、激怒したチャーチルの手回しによって、同年7月19日に解任された。以降実質的に軍務から退くことになったが、解任翌日の7月20日には陸軍元帥に昇進。 ついで1941年1月29日には、連合王国貴族、アイアンサイド男爵に助されて、貴族院議員に列した1959年9月12日に、ロンドンミルバンクのアレクサンドラ王妃軍事病院で死去した。爵位は、唯一の男子である、エドムンド・アイアンサイドが継承した。身長は6フィート4インチだった。ミドルネームのエドムンドを名前として、 主に使用した。1941年1月29日に以下の借を新規にノブされた外国勲章1915年に英遠軍大佐チャールズ・チェーンの娘であるマリオット・チェーンと結婚し彼女との間に以下の子を設けた。ありがとうございます。